藤井明人、藤井明人、藤井明人、1976年6月18日隊は、大阪府東大阪市出身の元プロ野球選手、保守、宇藤右内、コーチ。現在は、阪神タイガース一軍バッテリーコーチを務めている。幼稚園の時に、兄の影響で、ソフトボールに触れ、小学校4年生の時にボーイズリーグの若いジャイアンツに入団。 監督から保守を強制されたが嫌がり、投手や三塁手をこなしていた。上、小坂中学三年の頃本格的に保守を始めた。若いジャイアンツ、中学部では全国大会出場を果たす。一学年上のチームメイトにグラブ裁きがえげつなかったと記憶する松井和夫がいた。また若いジャイアンツの強力なライバルチームであった。 八尾フレンド在籍の山下勝光と戦ったことがある。近代附属校2年生の時に第75回全国選手権に出場、近所達彦とバッテリーを組んでいた。進学先の近畿大学では、まだ内野手への未練を残していたが、同学年の内野手には、二岡智博がいて、さらに一学年下に山下勝光もいたため、保守に専念することになった。 三年生の時は、宇高真嗣とバッテリーを組み、三岡、山下らとともに、春季リーグ戦、秋季リーグ戦、全日本大学選手権、明治神宮大会、全日本アマチュア野球王座決定戦の5大会で優勝し、史上初のアマチュア5冠を達成。8月には、インターコンチネンタルカップに、日本代表として、出場、優勝メンバーの一員となった。この時のメンバーには後に、 近鉄、楽天で、チームメイトとなる高須洋や、巨人へ入団した、二岡、上原浩二、高橋義信らも名を連ねていた。関西学生リーグ通算81試合出場、296打数85安打、打率、287、5本塁打、56打点。最優秀選手2回、ベストナイン5回受賞。年度ドラフト会議で、 大阪近鉄バファーローズから2位指名を受けて、1位指名の、向こうと共に入団。プロ初出場は、入団1年目の4月30日の対、千葉ロッテマリームズ戦で、9回に手として出場した。また同年に、プロ初安打、初打点を記録。入団2年目に、右膝の靭帯を断裂し、翌1年間をリハビリに費やしたため、の出場数は1試合のみだったが、 同年の日本シリーズ、対、ヤクルトスワローズに出場。第2試合目、スタメン補手、国母健治に代打が出されると変わって、マスクをかぶり、高リードで、追加点を許さずその後の逆転勝ちに大きく、貢献した。しかしヤクルトが、日本一を決めた第5戦目では、近鉄最後の打者となった。復帰したから3年間は、着実に出場数を伸ばしていき、 近鉄最後の年であるには、的山哲也と正保守の座をめぐり熾烈な争いを繰り広げた。開幕スタメンは藤井が務めたが6月までは、両者が並行して起用された。7月に、的山が正保守を奪い返し、藤井の出場はゼロ。8月になると、また藤井がスタメンマスクをかぶり、以降閉幕まで安土のスタメン出場は8試合だけだった。最終的には、 富士86試合249打席、安土81試合140打席。また、この年最多価値を上げた、岩隈久氏が先発する時はほぼ富士がマスクをかぶった。2004年のシーズン終了後、オリックスブルーウェーブとの合併に伴う、選手分配ドラフトで、新規参入球団の東北楽天ゴールデンイーグルスへ移籍。野球生活で、初めて、出身地、 大阪府以外の地域に本拠を置くチームへ所属することになった。は、プロ入りサイトの113試合に出場。プロ入り後初めて正捕手といえるポジションをつかんだ。は、野村克也が監督に就任、野村克則と正捕手の座を争った。最終的には105試合出場。出場試合数こそ前年より減ったが、打席数は80ほど増加し、過去最高記録。 オフの契約公開の席で、球団に自分のグッズ作成を要望した。福森和夫と並んで選手会の副会長に就任。大卒ルーキーの島本博と、正捕手の座を争った。開幕から6試合は、スタメンマスクをかぶったが、一勝5敗と振るわず、その後は島にスタメンを譲ることが多くなった。それでも、守護神の福森と組抑え捕手として、 生き残りをかけていたが、後半戦に、福森は、戦線離脱。新守護神の小山新一郎と島がコンビを組んだため、さらに出場機会が減り、最終的には76試合の出場にとどまった。また、前年は3割を超えた、盗塁阻止率が1割台に落ち込み、藤井がマスクをかぶった時のチーム防御率は5点台と、不本意な成績でシーズンを終えた。 8月25日の対オリックスバファローズ戦では、負けた場合、3試合連続サヨナラ負けのプロ野球、新記録かかっていたが、4投手をリードし打っては4打数4に安打と、久々のスタメン出場で意地を見せた。は、岩熊や、ドミンゴ・グスマンが先発した試合を中心に、スタメンマスクを被るようになり、90試合に出場。リーグトップとなるトール磯市立。イソシリツ 429も大きく評価され、岩熊と共に最優秀バッテリー賞を受賞した。島の打撃改善や井の卓の台頭などもあったが、島や井のがに軍落ちを経験する中で一軍のマスクを守り抜き、成績的にも盗塁阻止率のみならず、打撃全般のレベルアップを見せた。また、前年に続き、選手会副会長を山村博樹と共に務めた。 6月27日の対オリックス戦で自身初の代打本塁打を放ったが、8月5日に左脇払いとのため一軍登録抹消。2005年の楽天創設時から4年間一軍登録抹消を経験しておらず、野手の中では創設時から最も長く二軍落ちしていなかったが、5年目でついに一軍から外される形となった。結局、この年は、 楽天遺跡後最小となる35試合の出場にとどまった。しかし、規定打席不足ながら3割を超える打率を記録した。開幕戦こそスタメン出場を果たしたものの、その後は正捕手の座を島に奪われる形となり、出場試合は前年をも下回るわずか8試合にとどまった。シーズン終了後、出場機会を求め国内 FAK を行使。 そこで、シーズン終盤に左膝を負傷し、手術を受けた、城島健治の穴を埋められる星を探していた、阪神側との思惑が一致し、11月22日に、阪神との2年契約に合意、12月1日、大阪市内で入団会見を行い、背番号は50となった。なお、当時の監督である野村は、藤井の星としての能力は、キャッチングは認めていたが、 それ以外は特に評価しておらず、特に投手との対話がなっていないことを指摘しており、そのため島を使ったと著書の一冊である、アカラー楽天イーグルスに書かれている。一石初年度のには、前述の手術を受けた城島が開幕から不審。6月上旬に右肘痛で出場登録を抹消されたため、6月6日のせ、パコー流戦対オリックス戦からスタメンマスクを任された。 交流戦の次カード、対ロッテ戦からリーグ戦再開後の対横浜戦までは、自身のリードで3度の完封勝利を記録するとともに、7カード続けて負け越しを回避。古巣、楽天との対戦になった同月19日の交流戦では、先制的自打を含む2安打で7対0の対象に貢献。ジェイソン・スタンリッチとバッテリーを組んだ同月の三試合にべて勝利したことから、 スタンリッチが、同月のセントラルリーグ月間 MVP、投手部門を受賞した際には、MVP は彼に渡した方がいいと絶賛された。また、7月2日の対横浜ベイスターズ戦、阪神甲子園球場では、移籍後発、自身2年振りの本塁打を放って勝利。試合後のヒーローインタビューで、荒井高弘と展開したやり取りをきっかけに、男前というキャラクターで注目されるようになった。 詳細講述は、春季キャンプの終盤に、左は秋原を痛めた影響で、実戦への登場は、オープン戦の終盤にまで持ち越された。公式戦では、開幕から一軍に登録。後輩保守の小宮山真司との併用を扱いながら、大半の試合では、スタメンマスクを任されていた。しかし、4月10日の対広島東洋カップ戦。 松田スタジアムの第一打席でギダを試みた際に、広島の先発投手、大竹博から、左目付近に指揮を受けて交代。試合後の診察で、左方の骨折が判明したため、翌日に出場選手登録を抹消された。5月4日に再登録。同日の対読売ジャイアンツ戦、甲子園7回表からの守備で、実戦復帰を果たすと、 以降の試合には主にスタメンで起用されていた。しかし、古巣、楽天との対戦になった6月5日のセパ交流戦、クリネックススタジアム宮城9回表の打席で、一塁内野安打を放った際に、右足の太もも部を故障。そのまま試合終了までマスクをかぶったが、翌日に、再び出場選手登録を抹消された。 シーズン23では一軍公式戦への出場が81試合にとどまったが、阪神との2年契約を満了したシーズン後には、同球団と新たに1年契約を結んだ。2は、国内 FA 権の講師によってオリックスから移籍した、日高剛との併用を前提に、開幕から一軍に登録された。日高が主に左腕の榎ノ大輝が先発する、試合で起用されたのに対して、 藤井は、榎ノ以外の投手が先発する試合にスタメンマスクを任されることが多かった。打撃面でも、5月7日の対巨人戦、東京ドームで放ったソロ本塁打によって、シーズン2算の打点、得点が前年上回るなど、おおむね8番打者として、好調を維持。6月5日の対埼玉西武ライオンズ戦、倉敷マスカットスタジアムでは、移籍後初めて6番打者に起用された。 この年のオールスターゲームには監督推薦で自身初出場を果たした。は、開幕スタメンマスクを逃した上に、4月25日の対 DNA 戦、横浜スタジアムで、総類中に右足甲を痛めて1ヶ月半ほど戦線を離脱。その間に新加入の鶴岡一世や梅野龍太郎が対頭したことで、一軍復帰後も出場機会は増えなかった。 7月29日に右肘痛で再び戦線を離脱が9月29日には1軍公式戦通算戦試合出場を達成。レギュラーシーズンでは移籍後最も少ない34試合の出場に留まったがチームがシーズン2で臨んだクライマックスシリーズやその後に進出した日本シリーズでは鶴岡と交互にスタメンマスをかぶった。2番。 開幕戦から13試合連続でスタメンマスクを任されていた梅野の不調を受けて4月12日からスタメンに起用された。レギュラーシーズンでは前年から続く鶴岡、梅野との併用策の下でランディメッセンジャーの先発投板試合を中心に71試合へ出場。チームがシーズン三位で臨んだ巨人とのクライマックスシリーズファーストステージでも十月十二日の 第2戦、東京ドームにメッセンジャーとのバッテリーで出場すると、チームの同ステージ唯一の勝利に貢献した。その一方で、レギュラーシーズンの終盤には、先発機会が減ったことや体力面での不安などを、理由にこの年限りでの引退を決意。チームが、クライマックスシリーズのファーストステージで敗退した、翌日、10月13日に、甲子園球場内での記者会見で、 現役引退を発表した。同月30日に NPB から任意引退選手として講じ、2016年1月1日付で阪神の球団本部職員、企画担当に就任。同年3月から9月までは阪神球団からの出向扱いで業務提携球団の福井ミラクルエレファンツ、ベースボール、チャレンジリーにバッテリーコーチとして派遣された。 独立リーグの加盟球団に対する阪神 OB のコーチ派遣は阪神球団史上初の試みである。なお、福井では野手全般を指導。阪神の現役時代に続いて背番号50を着用した。福井球団への出向期間満了を機に阪神球団へ復帰。2016年10月7日には翌2017年シーズンから 阪神のファーム育成コーチを務めることが同級団から発表された11月25日から台湾で開催される2017アジアウィンターベースボールリーグにおいて NPBS 単選抜のバッテリーコーチを務める2018年は2軍バッテリーコーチに就任2019年は1軍バッテリーコーチ大阪近鉄への入団から一貫して 身長を1 7 0トルと公表していた。しかし、引退表明に合わせて、在阪スポーツ紙向けに公表した手記で、実際の身長が1 6 8トルである、ことを明かした。この手記によれば、プロ野球では、身長が1 7 0トルに満たなければ、入団テストすら受験できないので、1 6 8トルという、身長にものすごいコンプレックスを持っていた。 近畿大学時代の練習中に、ニ岡の視察で訪れていた巨人のスカウトから、面と向かって、君は小さいから、プロ、野球では無理だなと言われたという。その一方で、入団後は、王兵の保守より素早く動けることを帳に、3球団にわたって17年間の現役生活を、全うした。なお、高校時代にバッテリーを組んでいた近所も、巨人の外野手として、 自身と同じく2015年に現役を引退している。大阪近鉄時代の入団当初、保守の役割を取ること、止めること、投げることだけに求めていた、当時のバッテリーコーチ、山下和彦から、試合でバッテリーを組む投手に、低めに放てこいと要求するのなら、その投手によるワンバウンド、投球を絶対に、後方や横にそらすな。それこそが、 投手との信頼関係であるという教えを受けた。現に、藤井が保守として出場した一軍公式戦戦十1 6試合では、記録上の保一が15個にとどまっている。阪神時代の2011年7月2日には、遺跡後初本塁打を放った対横浜戦の試合後に、遺跡後自身2度目のヒーローインタビューを、荒井隆弘と共に受けた。この時に、荒井が、藤井の本塁打について、 チームメイトが、さすが男前。と言ってましたと発言したところ、顔しか取り柄がないけど頑張るとジョークを交えて応じた。このやりとりが、スポーツ紙で話題になったことから、阪神球団では、藤井のキャラクターを全面に押し出した、公認応援グッズ、T シャツフェールタオルストラップなど、を、同年8月から2012年んずんまで発売した。2013年5月26日の対北海道。 日本ハムファイターズ戦甲子園で猛打賞を記録すると勝利投手の藤波慎太郎と一緒に受けた自身2年振りのヒーローインタビューで前述のジョークに改めて言及。他に何か取り柄がないかと考えたが、やっぱり顔しかなかったとの発言によって再び場内を沸かせた。なお、藤井は引退を表明した際の手記で、 男前を公言するようになったきっかけも告白。男前という表現には顔以外にも様々な意味があるという金本智明、荒井の兄貴分にあたる当時のチームメイトからのアドバイスをもとに当日の試合で先生だを放った荒井と示し合わせた上で甲子園球場では初めてのヒーローインタビューに臨んだことを明らかにしている。引退記者会見では男前には 違和感があったと言いつつも、プロ野球選手としての自身の取り柄に関する質問に、顔ですかね。会見に集まった、報道陣がそうやって言って欲しそうですからというジョークと、笑顔で返した。2011年6月には、藤井の好物にちなんで、藤井の親族が、阪神タイガース藤井明人選手の店として、大阪府富田林市でお好み焼き店を開店。 同月12月10日に ABC テレビで放送されたトラバンスペシャル阪神タイガースファン感謝デーではファンとの交流企画の一環として藤井がこの店で男性ファンに対してお好み焼きの作り方を知るべするシーンが流れた藤井が阪神球団に現役引退の意向を伝えた2015年9月下旬の時点でチームはセントラルリーグの優勝争いの過中にあった 阪神球団では、チームが同月27日の対広島戦、松田スタジアム優勝の可能性が完全に消滅したことを受けて、甲子園球場でのレギュラーシーズン最終戦、10月4日、対広島戦終了後に引退セレモニーを開くことを、藤井に打診。しかし藤井は、先に引退を公表してしまえば、9月29日の対 DNA 戦でバッテリーを組むことが決まっていた。 メッセンジャーに失礼、必死に投げてくる相手に、僕も最後まで苦しみながら、真剣勝負でやめれば良いとの考えから、打診を辞退した。藤井によれば、家族、両親、知人、友人を甲子園球場に呼び寄せた前述の DNA 戦が自身にとっての引退試合であったという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。